つも退屈お寿司も最初は大好きだけどもういらない何かいいことは見つけたの私の少年は日本人桜の花が咲く頃に月の下で結ばれる時代劇じゃんけんに負けた私は芸者姿で盆栽のそば彼と一緒に歌舞伎を見たり彼と一緒にことを聞く